綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、ではまたまたコメント読みをしていきたいと思います。2月23日公開の、これはリノさんとのラウンドさせていただいた回ですね。バンカー越えアプローチの考え方を教えてもらったら怖くなくなったという動画です。とトールさん、マリンちゃん久しぶりです。白 T デビューおめでとう。アプローチめっちゃ上手くなってますね。ドライバーもナイスショット。リノちゃんも優しく的確なアドバイスをしてもらって、もっと上手、リノちゃんにですね、上手くなってください、応援しているよというコメントいただきました。ありがとうございます。お久しぶりです。はい、そうですね、初白 T デビューでやっぱすごい距離変わるだけでコースの見方こんなに違うんだって結構驚きましたね。もうリノ先生にたくさん教わった回でしたね。はい、で次がウチダムさん。あ、すごいあれですね、こう分ごとになんかハイライトみたいにしてコメントくださってるので、すごい嬉しい。一つじゃあちょっと抜粋して読ませていただこうかな。7分のところで、不安にさせない説明がうまいですね、勉強になりますということで、きっとあのリノさんのアドバイスのところでこういう風に言ってくださってるのかなって思うんですけど、本当に目から鱗でしたね。なんか今日も頑張って意識して実践してます。はい、本当に上手ですよね、説明が。はい、次が新一さん。マリンちゃん久々と同時に山ちゃんも久々、リノちゃんはレギュラー化しつつあるというコメントいただきました。ありがとうございます。また教えてもらいたいですよね。ちょっと二人とも今日カミカミ出ちゃった。モデイラーですよ。すぐ読んじゃう。本当ですね。リノさんの方がきっとあれですね、もうリンゴルフ出演回数が多分私よりも先輩だと思うんですけど、久しぶりです。はい、ありがとうございます。で、リンさんがこれにもナンバーワンとしてくれてますね。ありがとうございます。嬉しい。もうちょっと時間がありそうなので、もう少しコメント読めるかな。ということばして、2月25日の飛距離を出す方法とヘッドを走らせるコツを教えてもらったの方のコメントを読みたいと思います。こちらもリンさんちゃんとナンバーワンとやってくれてますね。嬉しい、いつもありがとうございます、見てくださって。で、ひろきさんか、マリンちゃんどんどん上手くなりますね、私も負けずに頑張れねが、ごめんなさい、頑張らねばというコメントいただきました。ありがとうございます。嬉しいな、そういう風になんか視聴者さんに褒めていただけると嬉しいですね。コンペとかも5月に開催するので、ぜひ来ていただけたらと思います。はい、負けずにというか一緒に頑張りたいなって、はい、思います。ということでですね、また後ほどコメントを開始をさせていただきたいと思います。では、次は15番ホールですね、行きましょう。では15番ホール407ヤードパー5です。今日最後のパー5ですね、行きましょう。うまいな。うまく出てくれましたね。うん、飛んだ飛んだ。よし、いい感じですね。じゃあ50度で打っていきます。79度です。
おお。です。ありがとうございます。では16番ホール110ヤードパー3です。私は8番アイアンで打っていきます。されてるとこ取られた。では、コメント開始をしていきたいと思います。2月24日公開のバンカーからのチップインがかっこよすぎたという動画です。では早速、わー、たくさんコメントあって嬉しい。まず、リンさんがナイスショットって言ってくれてます。わー、確かにリノさんすごかったですもんね。なんかもうずっと見てたいぐらいナイスショットの連続だったので、楽しかった、内緒になって、はい、ありがとうございます。で、R さん、りのちゃん&マリンちゃんベストコンビですねというコメントいただきました。ありがとうございます。いや、嬉しいな。なんか今日のラウンドも今もうりのさんってなってるシーンめっちゃあるんですけど、なんかまた一緒にご一緒できたら嬉しいですね、ラウンド。はい、マキドさん、確かに感情の振り幅はなるべく抑える、武道の無の境地と同じだねというコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、このメンタルのなんかポジティブにポジティブにっていうのとかもこの動画で教えてもらったことだったので、そのこと多分言ってくれてるのかなって思うんですけど、すごい、そうですね、武道の境地、武道習おうかな私も。メンタルスポーツ行きそうですよね。はい、リュウリュウさん、最近リノさんのように意図的なシャロースイングをされる方も多いですが、このスイングの理論もぜひ解説をお願いしたいですねというコメントいただきました。ありがとうございます。ちょっと難しくてわかんない。リノさん、リノさんのまたちょっと解説編もちょっとお願いしたいなって思いますね、山浦さん。降ってきたんだけど。ちょっと難しかった。難しかった、難しかった、すいません。はい、次が岡由紀さんがコメントくださってますね。マリンちゃん吸収力がすごい、わー嬉しい、ありがとうございます。これはでもリノさんの本当教え方がすごいイメージが湧きやすかったのでできたことだなと思ってるので、はい、そうですね、嬉しいです、ありがとうございます。でも、はい、次がシンゴさん、マリンちゃんいいスイング、ゴルフって覚えるのに時間かかるから学生のうちに良さを知るって得ですよね。お、硬そうなバンカーからすごい、そして仮想カップ効果というコメントいただきました。ありがとうございます。いや本当にそうですよね、普段絶対にこう習うことができないテクニックだったりとか、プロの方だったり上手な方がどういうことを考えてゴルフされているのかっていうのをもう惜しみなく教えてくださったので本当に貴重な回でしたね。はい、ありがとうございます。仮想カップすごかったですね。はい、ね、うちのみさん、リノさん言葉だけで伝えるのではなくイメージさせるのが本当にうまいですね。いやもう本当におっしゃる通りで、本
当に上手ですよね。だから皆さんなんか悩みがあったりとかしたら、ぜひリノさんのラウンドレッスンとかも受けてみてください。本当に変わります。はい、次が最後ですね。ひろきさん、リノさんのチップインもすごいが、ワンポイントレッスン受けてのマリちゃんの吸収力すごいですね。ありがとうございます。すごいたくさん褒めてくださってありがとうございます。カラスが、はい、そうですね、ワンポイントレッスンの効き目が本当に半端なかったなって思うので、今日もですね、それを考えながらやっていきたいんですけど、頑張ります。最後まで見てくださいということで、最後17番18番行ってみようと思います。行きましょう。傾斜がでもすごいですね、ここ。うん、ナイスショー。ありがとうございます。オッケーオッケー。いい感じですね。見えないんですけど、残り90ヤードぐらいでした。はい。ピッチングで。まあ、前に行ってくれたんで大丈夫だと信じていきましょう。あ、転がっちゃう？危ない。OK です。はい、ありがとうございます。最後すごかったな、壁があった切られちゃった、はい、では最終ホール110ヤードパー3です。いい。おお、ナイスです。ありがとうございます。最終ホールいい感じだ。まあまあまあ、ナイスです。そうですね、うん、今日はちょっとスリーパット多いですね、うん、でもそれでもね、すごい結構こうボギーでしのいでるから確かに、結構ラッキーなショットとかに救われながら無事終わりました。お疲れ様でした。ということで、18ホールお疲れ様でした。そして最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございます。今日はですね、すごいお天気も良くて楽しいラウンドでした。スコアの方は、89でした。はい、ちょっと3パットが今日は多かったので、課題がまた新しく見つかったので、はい、練習しつつコンペに備えて私も練習頑張ります。はい、ということでですね、最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。バイバイ。